はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。4時45分ですが、もう真っ暗ですね。ほぼ真っ暗ですね。千代田区は12度、今日はちょっと暖かいですね。この部屋は19度です。寒いという感じがしませんね。ちょうどいい感じでございます。ドルウォンですけども、また忙しいですね。1308まで戻されてきましたね。頑張らはるんですけどね、日中ね。最近ね、夜の部でも頑張ったりしてますけど。さて、本題いきましょうか。前にも言うたことですけども、もうなんか2年ぐらい言うてないような気がしますんで、一つ立ててみようかなという話題でございまして、日本国憲法の改正でございます。亡くなられたですね、安倍さんの悲願でしたね。あの方もですね、あの方はですね、何のために総理になるんやという聞かれたら、多分ですね、20年前に聞かれたら、多分日本国憲法を改正するためであるというふうにおっしゃったと思います。まあそれをずっとですね、こうやってこられました。まあ途中でちょっと慣れてましたけどね、第二次安倍政権の途中からちょっと慣れてましたけど、まあ憲法改正したいという強いこうあれ信念がおありだったというふうに私はお見受けをいたします。で、今の岸さんですね、なんかアリバイ程度に申し訳程度に憲法改正を考えていますとかって言ってるけど、考えてへんやろお前なんもって、もう明らかに分かりますね、このおっさん何も考えてないわって。憲法改正なんていう大問題にですね、取り組む意欲もですね、構想力もない人でございまして、ひたすらですね、総理になろうって考えてきて、あ、なってしもたらどないしようって、何したらええのなあなあとかって聞いてるわけですよ。まあそれが岸田君でございましてですね、まあ憲法改正をするですね意思はございません。よほどの強いですね意思と行動力とですね構想力、政治力がなければ、憲法改正なんてできるもんではございません。大体制度的に国会衆参両院でともに3分の2以上のですね決議を経て、国民投票にかけるということなんですけども、まあそれをするにはまずもってですね、その新しい憲法案というのを作らなあかんのですけど、これがまあ何と言いましょうね、その憲法案を作るその委員会というか組織みたいなのもまだできていないというか、できたようなできてないようなって。憲法草案なんて見たことないですよね、私。まあ、あるそうなんですけどね。あるそうなんですけど、見たことない。で、どう言いましょうね。無理です。はっきり言うて。改憲勢力とか言っててね、維新もそうやって書いてて、ね、国民民主も多分改憲勢力に入ると思うんですけど、で、与党の中では公明党もですね、一応与党なんですけど、公明党は日本国憲法を変える気なんかさらさらございませんで。だからあれ改憲勢力ちゃうんですよ。早くだから連立解消すべきなんですけどね、票が欲しいだけにこう自民党がくっついてると。まあ、よう言いましたけど、まさに野望というやつでございまして、こう、信念でくっついてるんではなくてですね、お互いにちょっとした必要があってくっついてるわけですね。まさに野望かなと。で、その3分の2なんていうのをですね、たとえこう自民と維新でこう集めたとしても、それで改憲できるかっていう数の問題だけちゃうんですよ。この次はこの憲法でいきますというですね、きれいな憲法案があって、国民の誰もが賛成できるというものがなければなりません。だ無理でしょ。で、そこで安倍さんが目指したのは9条だけ変えようということですね。これ悪い手ではないと思いますよ。全文も一部変えてほしいんですけどね、日本語おかしいところなんで。全文と9条だけ変えると、まあ悪くありません。そこに、明快な自衛権を明記しようと。ということですね。悪くないと思いますけど、それだったらですね、変えられると思います。変えられる可能性があると思います。ただしですね、現状で仮にですね、自民党と維新がですね、3分の2以上衆参両方で持っていてですね、そこに国民民主も賛成するんでというような話になったとしても、果たしてそれがうまくいくかどうかって言ったら多分無理でしょうね。嫌やんという人もおればですね、野党は徹底的に抵抗するでしょうし、で自民党と公明党の関係もございましょうしですね、数だけ揃ったところで多分それはできないと思います。
で、もしですね、その何か将来のどこかでですね、日本国憲法を改正する、例えば9条にですね、自衛権を明快に盛り込むということをして、自衛隊の存在をですね、きっちり入れるということがあったとしても、これができるとすればですね、それを成し得る実質的な人物はですね、私は見渡す限り、金正恩君しかいないと思うんですよ。あのおっさんがですね、ちょっと指を動かしてくれればですね、その結果日本国憲法は変えられると思いますね。どんなことをするかと言いますとですね、まあ、日本の領土にですね、ミサイルを撃ち込んでいただいてですね、そこで、まあ、何十人か何百人か、まあ、できるだけその数はね、5人とか3人ではいけないんですけど、100の単位ぐらいまでで抑えてほしいんですよね。100人ぐらいまでの方々がですね、尊い犠牲になられると、それを望んでるわけではないですよ、私は。仮にそうなったらどうなるかという話をしてるわけであって、犠牲になれと言ってるわけちゃいますよ。で、仮にそのですね、じゃあ200人が亡くなったといたしましょう。そこで一気にですね、沸騰するわけです、日本国の世論は。なんでやねこんなもんって。で、まず、なぜ防げなかったっていうところから始まって、誰が悪いねんから始まって、敵地攻撃能力を作らなあかんから始まって、わー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 となるんですけども、そこでですね、もう少しですね、対応能力を高めるためにはですね、この憲法を変えなあかんやんって誰かが言い出したらですね、国民は非常に賛成しやすいわけであって、そうなればですね、例えば、とりあえず9条を変えようと。で、全文の日本語のお菓子を変えようと。でその2箇所だけはどうやみんな賛成するかって言ったら賛成賛成賛成ってなるわけですよ。で国会でちょんちょんと通してですね、国民投票にかければいいわけであって、多分ドカンとですねミサイルが落ちて、犠牲者が出てからですね半年から1年の間には多分憲法改正成立すると思いますよ。そうでなければですね、例えばね尖閣分取られたっていうぐらいだったらね、ちょっと難しいかもわかりませんね。基本的にもう今は人が住んでない。昔は鰹節工場があったそうですけども、今は人が住んでないもんでしょ。竹島みたいなのが一つ植えたんやというぐらいしかならないわけですよ。大多数の日本人にとっては。でも、本土の、まあ沖縄でもいいですけど、どこかにですね、そういうのがあって、犠牲者が出た。なんで防げへんかったんやって、こんなやわな憲法を持ってるからや、舐められたんやと。いうことになればですね、国民が一気に団結できると思います。そうでもない限りはですね、無理です。だから、明日にでもジョーン君がピションと打ってくれたらですね、もうそれはそこからスタートしますから、飽きますよ。山田が打ち込んでですね、誰も死なへんかったとかで、そんな飽きませんよ。そんな飽きません。私望んでませんからね、そういうことを。誰かが亡くなるということ。ただしですね、100人のぐらいの方が、あるいは50人でもいいんですけど、亡くなった。それは、亡くならんでもええのに、あっちへ強制的にそうなってしまったわけでしょ。そうなったら日本人も、いくら日本人でもね、怒りますよ、そんなん。そりゃそうでしょう。事故はね、しゃあないやんっていうなるかもある。事故とかね、台風とかしゃあないやんって、地震もしゃあないやんと。はい。電話がかかってきましてですね。あれですよ、対談をやれという話がずっとあってですね、その相手が決まらなかったんですよ。私は決まってたんですけど、その対談してくれる相手の方が決まらなかったんですけども、決まったっていう電話があってですね、意外な相手になって、別に言えねんけど。いや、面白い。前は。本題行きましょう、本題。望んでるわけではないんですけども、それだけのですね犠牲が出ればですね、日本国民団結するんでよっしゃーっていうことになるわけですね。なんでその、まあ彼だけですね、じゃあ習近平がね、尖閣を取ったりですね、プーチンがですね、まあちょろちょろっとなんかこう北海道の北あたりにこうちょっと何か仕掛けたり、まあ来ることはないと思うんですけど、してもですね、そんなに日本人はですね、こう危機感は出てこないと思うんですけども、まあ間違ってね、間違って
着地点を間違えたということでも別にいいんですね、故意にやったということでもいいんですけど、もう一番嫌なのはですね、N 弾頭をですね、つけられたものをですね、東京の真ん中にでもぶっ込まれたらですね、そんなんね、その10万の単位で効かない場合があるでしょう。100万の単位になるかもわかりません。それはもう絶対に嫌なんですけど、そんなんしたらもうそれも憲法どころどの話じゃなくて、もう王になってしまいますからね。それはだからですね、あれですね、非常に避けたいところですけども、でもなんとですね、ちょっとしたですね、ちょっとしたって変な言い方ですけど、もしそうなられた方がいらっしゃったら申し訳ないんですけども、その望ましいのはですね、2桁ぐらいの方が犠牲になっていただいてですね、それで憲法を改正できるということに、なるんではないんかなということですね。別にその、だからね、ジョンを撃てって言ってるわけちゃいますよ、私。そういう意味ではないですよ。仮にそういうことがあれば、ですね、憲法改正まで持っていけるんちゃうかなというわけですね。だからその、平時何もなければですね、何もなければどう言いましょうね、多分どんな安倍さんよりすごい政治家が出てきてもですね、多分無理でしょうね、まあだから打てっちゅうわけではございませんが、はい、皆さんどうもありがとうございました。